ホロライブってさ、ホログラムみたいな感じじゃん、なんか。めっちゃいいと思うんだよね。なんか、レシアがまず、ホロライブに入ろうと、やばい、話がなく、ホロライブ入ろうって思ったのが、ロゴめっちゃ好きって思ったの。あの、三角のさ、青のさ、綺麗だなって思ったんだよ。ホロライブっていう名前と、あとあの、マーク。すごい好きで、で、ソラ先輩を見て、もう素敵だなって見てて。なんか懐かしくなってきちゃった。いや、やっぱ深夜危険だわ。そう、そこからだな。だいぶ前も、もう大昔だな。あ、いや、レッサー1600歳だから最近だわ。2、3日前。結構前から見てたから、デビューする前から見てたからさ。あの、レッサーね、まだただのネクロマンサー見習いの時に、もう本当にホロライブが好きで、実家でゴロゴロしながら、ホロライブに受かんなかったら死ぬとか言った。やばくない?家でゴロゴロしながら、ホロライブに受かんなかったら死ぬとか言ってた。お兄ちゃんやね、もうみんなね、家族もこうやって。何言ってんだって。そう。こう、うち何言ってんだって思いながら見てたと。うん。命が、いや、なんかもう本当に、そう、入りたくて、デビューしたくて、うん。ホロライブが好きすぎてね、もうみんな可愛いし、微妙に真剣さを、いやもうほんとガチだわ、ガチガチガチ。大好きなんだよね、ホロライブが。あ、ごめん、ちょっと話長くなっちゃった。でもね、あの頃から気持ちが変わってないのがやっぱりね、うん、いいなって思う。かわいい。そうか、全く変わってないんだよね。でも、さらに好きになった。日々感謝するようになった。朝起きたら拝むようになった、マジで。神棚作ったんだよね。やばくない?いや、本当になんか、感謝しないといけないなって思ってさ、ガチで。感謝っていう気持ちもさ、なんかもともとしてたけど、なんかさらにありがたみを知ってしまって。そう。ね、なんか売ってる、ところがあって、うん、ちゃんとね、なんかこうやって木があるの、木みたいなのがあって、ルシャで、ルシャもみんなに出会ってよかった、ありがとう。すごいエピソードでね、ね、爆笑、なんで爆笑してるの、めっちゃ確かに、もう明日ルシャ多分布団かぶってもう顔面もう赤面してるんだろうなーって言って、ヒーって言ってるんだろうな。お供え、たまにお饅頭とか買ってくと置いてる。で、食べる。そう。では、お礼の続きをさせていただこうかな。ありがとう。